はい、今回の動画はですね、まあ先ほども登場しましたね、これ。Windows 7の、Windows 7のなんかサポートがもうあと何年かで終わるらしいなんですけど、まあもらったんで、まあ最後までね、壊れる時まで使っていきたいと思うんで、しかも大事に使っていきたいと思います。まあそのためなんですけど、今まではなんかタブレットで写真とか、まあ、動画を撮ってからそれを編集してたじゃないですか。なんですけど、今度からですね、そういう方式が変わって、まあ、タブレット、あるいはビデオカメラから、ビデオカメラから、パソコンに映して、でまあ、それを編集するみたいな感じの方式にしたいんですよね。もうそれリニューアルって言ったんですけど、今の状態だとね、これ使えないんですよ。なぜかっていうと、ネットにね、繋いでないし、まずそのためには、まずウイルスソフトをまずインストールして、ちょっとここ考えた。ウイルスソフトを今ちょっとインストールして、で、まあそういう風にしやんないといけないんですけど、でもそのためにね、今回、2つの商品を買ってきました。ではこちらです。これエディオンでね、買ったんですけど、これ2つ買うのに1万7000円しました。これ、ね、エディオン。なんですけど、それがですね、こちらです。まずはですね、直接転送 iPhone に。まあ僕が使っている携帯は iPhone じゃないんですけど、僕が使っているタブレットがたまたま iPad だったんで、iPad から直接こういう感じでメモリーカードに移して、まあそれをパソコンとか、まああるいは USB メモリーとかに変装できたりとかするって感じですね。で、まあこんな感じだったりとか。はい。で、まあその SD カードを挿すところがあるんですね、ここ。多分ここ SD カードを挿すところかな、この穴。この2つの商品を買いました。というわけでですね、ちょっと開封していきたいと思います。ちょっと待ってよ。ちょっと開封していきたいと思います。ここからかな。はい。で、これもね、前にね、これ多分だいぶ前に紹介したと思うんですけど、USB メモリー。あれはね、ちょっと不具合が発生したんで、あれはもう二度と使わずに、まあこういう感じで。新しく USB メモリーも買いました。多分これは、ここに多分USB メモリーを挿すところがあるんですよね。ここに、こうやって挿すのかな。そしたらですね、多分これ Android にできるんですよ。でも今の Android は、僕が使っている Android 携帯はですね、なんか前の Android 携帯の分なんですけど、これは多分、違うやつですね。多分今の Android なんで、今の Android の、コンセントじゃないけど、こう挿すとこって、充電器するとこって、変わってるんですよね。どちらかというと、どちらかというと iPhone に。なんで、これは使うことがないんで、とりあえずしまっておきましょう。これですね。これで、まあ、こんな感じで、できるのかな、ほら。これが前の Android の分ですね。まあ、これに対してこうしたら何か起きるのかな。あ、来た来た。まあ、こんな感じで転送することができると。いうことですね。で、まあ、これ、まあ、実際、Android なら、まあ、あるんですけど、iPhone 対応なんで、基本的には。なんで、こんな感じで、本当だったら iPhone に挿すやつですね。の買っていきました。で、これがまず1個目。そして2個目は、これさっきも紹介したんですけど、直接転送ですね。写真、音楽、動画を直接転送、iPhone に。とか、まあ、なんか、その iPad とか、まあ、あるいはパソコンとかにね、転送できるっていうシステムなんですかね。はい。ちょっと出しづらいの、どうやって出すやつ。こういう風に出すやつか。説明書は書いてありますね、こんな感じで。これ読むのは大変なんで、ちょっと動画では読みません。で、これちなみになんか、これ多分 Android もついてるんですよね。まあそんな感じでやってるんで。で、ここなんか巻きついてますね。これちょっと取ろうか、これ。一応全部開封しました。で、これは今の分ですね。今に対応してるやつ。で、まあここにの SD カードを挿してから、で、まあそのなんか、ちょっと、その保存した分を、まあ、タブレットだったりとか、あるいはその絵を、パソコンに保存したりとかできるシステムですね。まあ、こういう便利なシステムを買ったので、まあ、これからね、ハマリン交通局と、あるいは、サブチャンネルの FE300L がね、まあ、ちょっとでも進化とか、まあ、ちょっと面白い動画がね、作れるようになればいいと思います。このパソコン1台で。すべてはこのパソコン1台で。でも、これアップデートしてないんで、また明日でもね、アップデートしたいと思います。で、これ、もらった人によると、多分1年ぐらい前から、ネット繋げないんですよね。なんで、まあ1年ぐらい前から使ってないっていうことなんでしょうけど、まあそれでのアップデートするのに何時間かかるって言われたんで、まあ暇な時があるって言いました。これからまだ、ね、ちょっと編集とかいろいろしなきゃいけないんで、それで時間使ったりするんで、今日はできないんで明日やろうと思います。という感じなんで。というわけでですね、今回の動画は以上です。長くなってしまいましたが、ご視聴ありがとうございました。